こんにちは。あ、また聞こえちゃうかな。また一番活発な時間なんですよ。たくさんの方が今入ってくれてますけど、今日が個人配信2回目で、正直ね、全然慣れたかって聞かれたら全然慣れてないんですけど、まあこれから回数増やしてって皆さんと交流できたらなと思います。なんか今日すごい寒かったです。めっちゃ寒かった。なんか冷え性なんですよ。で今日は多分久しぶりにタートルネック着ました。だからなんか首がないように見える。あるよ、ちゃんと。ラストアイドルのセカンドシングルまだですか？皆さん、あの X の方見ていただけましたでしょうか？ほんとさっきね、 X の方で発表があったと思うんですけど、I Love You 君にのっていう新曲が配信リリースされることになりました。お披露目ライブでも披露した曲なんですけど、結構未完成スターライト、私たちのデビュー曲とはまた違う、なんだろう、曲で、 I Love You の君には結構ラブソングなので、すごいどっちか、なんか元気系って言われたらどっちかっていうと、なんだろう、癒しっていうか、癒し、まあ聞いてみたらわかると思います。すごいざっくりなんですけど、そうね、あとは夢が夢じゃなくなる時と、あと透明色の未来っていう曲もあって、その2曲は結構元気系で、すごいライブでも盛り上がるんじゃないかなっていう感じの曲です。いや、2023年ももうすぐ終わりますね。なんかあっという間だったな。すごい、結構2023年は、まあ、私がアイドルになったっていう結構すごい大きい変化もあったし、すごいそういう環境の変化もあって、自分の中では結構多分これからも印象に残る年なんじゃないかなって思います。2024年もね、これからも活躍の幅を増やしていけたらなと思うので、皆さんよろしくお願いします。そう、定期公演もね、1月から始まるので、あ、定期公演もね、確か今日詳細出ましたね。1月28日に開催されます。見に来てください、ぜひ。多分お披露目ライブでやった曲もやると思うし、皆さん見に来てください。今のところ4曲出てるんですけど、私は個人的に I Love You 君にが一番好きです。合格と聞いた時どう思いましたか？すごい、多分この話、多分
ショールームの特番でもお話ししたんですけど、すごいびっくりしました。なんて言ったって歌詞忘れたので、歌詞忘れた人間がまあまさかのちょっと合格通知いただいて、その時本当びっくりしました。なんか夢が、あ、そう、急に話変わっちゃうんですけど、夢が夢じゃなくなる時はもう結構好きな曲で、振り付けがすごい好きなんですよ。なんか振り付けと歌詞がなんか同じになってて、なんかだから振り付けもちょっと注目して、例えば定期公演の時とか、あと今月の29日にアイドルウェーブイン東京に出させていただくので、その時とかにでもまた見ていただいてほしいです。見ていただけたらなと思います。なんかすごい今月の29日すごい緊張する。他のアイドルグループさんも出演されるので、先輩方の、パフォーマンスも一緒に見れるので、それと一緒に出させてもらうっていうのがすごい緊張します。すごいなんかいろんな人が来てくださってる。まだ配信慣れないのでね、皆さん、あ、あさってか、あさってクリスマスですけど、皆さんどう過ごされますか？クリスマスね、多分いろんな方が、いろんな方と過ごす日だと思うんですけど、家族だったり恋人と一緒に過ごす人もいると思うし、友達と楽しくパーティーする人もいると思うし、残念ながら一人の人もいると思うんですけど、皆さんはどう過ごされますか？私は毎年家族と一緒に過ごしてます。ケーキとかも食べて過ごしてます。なんか最近思うのが、24は一応クリスマスイブじゃないですか。で、25がクリスマスってなってると思うんですけど、なんか最近24の方がクリスマス感強くないって思っちゃうなんか24でクリスマスイブの日にクリスマスパーティーをするから、なんか25日にサンタさんからプレゼントもらうみたいな感じだから、なんか24の方がクリスマス感あるよなって思っちゃう。うん、なんか逆に年末年始の日はどっちかというと1月1日の方が、1月1日がお正月で12月31が大晦日なんですけど、1月1日の方がまあ年も明けて、今年もよろしくお願いしますとか明けおめとかみんな言って、どっちかっていうとお正月感がそっちの方が、1月1日の方があるんですけど、なんかクリスマスは25よりは24の方が強いなって思っちゃう。クリスマスは働きます、頑張ってくださいクリスマスで働くのね、なんかかわいそうって思っちゃうね、クリスマスだからせっかくみんなっていうか、まあ一人かもしんないけど楽しみたいのに働くのはね。まあでも年末年始は皆さんお休んで年明けると思うので、みんなそういう感じなんじゃないかな。皆さんは年末年始はカウントダウンする派ですか？私はしてました。
なんかカウントダウンした方が盛り上がるよね、やっぱ。なんかたまにいるじゃないですか、あの普通に寝ちゃって、まあ朝起きたら年変わってたみたいな。なんか私どうしても大晦日の日は寝れなくて、どうしてもカウントダウンしちゃう。12時になった瞬間を待ち望んじゃう、なんかどうしても。だから寝れない。そうか、クリスマス平日だからか、だからか。あれ、今年の31日と1日は何曜日だっけ。まあいいや、まあ、平日だとしても皆さん仕事はさすがにないと思うので。今日が、まあ、もしかしたら、2023年最後の配信になっちゃうのかな、ならないのかなって感じです。でもまあ29日に、まあ、来てくれる人は来て会えると思うので楽しみにしてください、しておいてください。チケットは買いましたか？私たちラストアイドルじゃなだけじゃなくて他のアイドルさんも出るので、すごい緊張しちゃう。代々木第二体育館でやるんですけど、私たちがこの間やったお披露目ライブより全然規模大きいし、たくさんの方が入ってその人たちの前でパフォーマンスするので、すごい緊張しちゃうかも。まだなんか行ったことなくて、代々木第二体育館はなんかどんな場所か、なんかいまいち分かんなくて、キャパもどれぐらいなのか分からないんですけど、ステージも多分お披露目ライブより大きいと思うし、だからそのこの前より全然緊張しちゃうと思う。でも29日じゃない、お披露目ライブの時は結構2回やったんですけど、昼公演と夜公演で。だけどお昼公演は本当マジで初めてだったから、もうみんな緊張してたんですけど、その後の公演は結構なんか慣れたっていうか、皆さんがすごい盛り上げてくれたので、なんかそれで自分も楽しく、あんまり楽に挑めました。そう、今日ね配信1時間なんですよ。持つかな。この間は初めての時は30分間だけやって、でも30分間が意外と短くて、で正直1時間やろうかやらないか、この配信を行う前に迷ってたんですけど、やることに決めました。30分ほんと短くて、意外とあっという間だったので、まあ、ちょっともうちょっとやりたいなと思ったので、今日は1時間お願いします。最近ね髪切ったんですよ。見えるかな、なんか段を入れました。でもともと癖っ毛なんですけど、ストレートにもしてもらいました。ほんとストレートにするとマジで楽になった。なんか雨の日とかすごい広がっちゃうんですよ。でも雨の日でもストレートで、そのヘアアレンジもすごい楽になったし、ほんとしてよかったなって思います。
構他の子もね切ったんですよ。で結構変わってる、変わった子は変わったかな。なんか花とか多分前まではポニーテールギリ結べるぐらいの長さだったんですけど、今は多分肩つかないぐらいかな、それぐらいになってて、リオンも結構切ってた。多分どれぐらいだろう、もうギリ肩つくかつかないかぐらいかな。うん、でルちゃんも前髪増やして、なんかすごいガラッと変わった、髪型が違うだけで。でも私もストレートにしたので結構いろんな人に言われる、なんか変わったねみたいな。本当クセっ毛で結構コンプレックスだったんですけど、本当してよかった。カラオケ配信するとあっという間だよ。カラオケ配信ね、うん、まあ、やろうかな、いつか。まあやるんじゃないかな、いつかね。どっちかっていうとなんかみんなでなんかのんびりお話しする方が好きなので、よかった、今日犬が珍しく吠えないから嬉しい。最近は夢の国に行きました。 X 見てくれましたか。久しぶりに行って一番最後に行ったのが、もう今年に入ってってからは行ったけど、今年の2月とかなんかそれぐらいの時に、まあ、行って、でそれで、まあ、しばらく全然行ってなくって、でも、まあ、今月やっと行けました。なんかねすごいカチューシャとか新しいの増えててすごい可愛かった。こんにちは、こんばんは、こんばんはか今、こんばんは。遊びに来たよ、こんばん。ワッフルって何。でもそういえばこの間ワッフル食べたわ、美味しかった。甘いもの好きなんですよ。でワッフルはそう、あったかいじゃないですか。でなんか学校から帰るときに帰り道にワッフル屋さんよく通るんですね。でそのワッフル屋さんが本当ワッフルのいい匂いがすごくて、帰ってる途中匂いがすごい来るんですよ。でそれにつられて結構行っちゃう。うん、ですごい美味しいし、なんかたまに季節によって限定とかもあって、なんかたまに友達と行ったりして、それこそ昨日行きました。昨日だっけ、一昨日か、うん、その時に行ったかな。今寒いので、でそのワッフル屋さんが出来たてで出してもらえるから、それですごい温まるし、うん、ワッフルは本当美味しい。あとなんかワッフル作るやつあるじゃないですか、ワッフル作る機械みたいな、なんか挟ん、なんか生地入れて挟んで、で何分か経ったら出来上がりみたいな。そうワッフルメーカー、ワッフルメーカーあると思うんですけど、それ作るんですよ、マジでうまくて。形がいつも綺麗なんですよ。そうでたまになんか友達とかで下手な子いるんですよ、なんかすごい変な形のワッフルを
になっちゃう子がいるんですけど、私はもう 100% の確率で綺麗にできます。なんかワッフル以外の甘いものも食べたい今めっちゃ。今日はドーナツ食べました。美味しかったです。甘い系のドーナツがすごい好きで、また甘いものなんですけど、めっちゃ美味しかった。でもね、やっぱ辛いものも好きなんですよ。結構どっちって言われるけど、どっちも好きです。料理は全然しません全然しない。多分ね、確かリオンかな、リオンが料理すごいよくやってて、で私前なんかリオンが作ったなんか沖縄料理を食べたんですよ。すごい美味しくて、あとなんか本人も唐揚げよく作ってるらしくて、私はそれまだ食べれてないんですけど、いつか食べたいなと思ってます。作ってくれるかな、あの人。あとね、なんかそのリオンのせいで、まあ、ちょっと皆さんにちょっと誤った情報を、私についての誤った情報がちょっと届いてんじゃないかなって思ってて、というのもなんかリオンが、私マヨネーズ嫌いなのに、なんかリオンがなんか間違えて私はマヨラーだみたいな言っちゃったらしくて、どっかの配信で。だから今この場を用いて言いたいんですけど、私はマヨラーではない、ありません。マヨネーズは嫌いです。多分これが正しい一番最新の情報なのでリンカだよね、多分リンカがマヨラーなんだよ。そう、なんかよくマヨネーズ何でもつけて食べちゃうって言ってました。でも私はあんま好きではないです。なんかね、食感が嫌いなんだよね。タルタルソースも嫌いです。リオンはお寿司で、お寿司握ってたからね。あ、そうそうそう、あの人バイトしてたんですよ、お寿司で、このアイドルになる前に。なんかすごい食べてみたい。それもお寿司って多分地味に握るの絶対難しいよね。だってシャリの形とかすごい綺麗にしないといけないし、うん、私多分すごい変な形になっちゃう気がする。ウィキペディア書き換えときます、お願いします。ちゃんと訂正しといてください。寿司もね、なんかこの間食べた気がする。食べたわ。うん。でも結構私は回転寿司に行ったら変わり種のもの頼んじゃうんですよ。なんか王道のマグロとかサーモンとかイクラとかそういうのも もちろん頼むんですけど、なんかよく謎になんかラーメンとかあるじゃないですか。あとエビ天握りとか、なんかそういうのなんか変わりだねのも結構食べたくなっちゃいます。なんかね、ずっとお寿司食べてると飽きません？なんか間に茶碗蒸しとか天ぷらとかなんかそういうお寿司じゃない食べ物を挟まないとちょっと飽きちゃう。うん。あとやっぱ私自分よく食べるので、結構と周りの方にも驚かれます。そんな食べるのって。なんか食べる専門、なんか食べ物の話になっちゃうこの間も、この間の配信も食べ物の話した気がする。リンカがまたシェイク
飲みまくってるそうです。なんで寒いのに飲むんだろうねわかんないんですけど、あとね、前ルチャが言ってたのは、ルチャはタピオカ大好きなんですけど冬でもタピオカ飲むそうで、冬は寒いから私はあったかい飲み物を飲むのが普通だと思うんですけど、あの人は寒くても冷たい飲み物の中にタピオカが入ったものを飲むそうです。わかんないよね、気持ちが。わかります、皆さん。あとなんかすごい私苦手なのが、タピオカも好きなんですよ普通に、まあルチャほど飲まないけど、まあ、普通に好きみたいな。だけどたまになんかホットドリンクにタピオカ入ってる風にカスタマイズできるとかあるじゃないですか。それが本当理解できなくて、まずあったかい飲み物をストローで吸うっていうのが、え？なんか、え？ってなっちゃうんですよ。で普通にあったかい飲み物をストローで吸ったら急に来るじゃないですか。で普通に舌やけどすると思うし、ちょっと私理解できないな。だから冬にあんまタピオカ飲まないかも。飲んでも普通に何屋内で飲むかな。夏とかは他の季節になるとテイクアウトで、まあ片手に持って飲むことはあると思うんですけど、冬はないかな。手死んじゃうし、寒すぎて。あとタピオカだけなんか微妙に暖かくなってるのもたまにあるじゃないですか。それもなんか好きじゃない。タピオカはコールド一択でしょ本当に。だから冬はあんまり飲みません。やっぱ冬はなんだろうね、普通にラテとかホットのもの頼みます。でもねそのせいでね、なんか結構私あるあるなんですけど、金使いすぎちゃうんですよ。だから気をつけてます。やばい、全然すごいコメント。ホットタピオカはスプーンで食べたら美味しいよ。まあ美味しいと思うけど、タピオカ普通スプーンで食べる？食べなくない？やっぱりストローで吸いたくない？なんか一時期ビビタッピって流行ったじゃないですか。でそれできなくて、前友達とタピオカ行った時になんかそれすごいちょっとこぼれちゃって大変なことになったことがあったので、ビビタッピはちょっといつもなんか一緒に行く人友達とかにやらせてます。ストロー刺すのが苦手なんですよね。あれ多分勢いでやるのがコツだと思うんですけど、私できない。いつもタピオカって自分が中学生ぐらいの時にめっちゃ流行って、で今も、まあ、流行ってはないけど、まあ、普通にお店とかにある感じ。うん、なんであの時あんな流行ったんだろうね。もともと多分台湾の飲み物だと思うんですけど、早っ、もう30分経っちゃった。よかった1時間にしといて。うん、最近すごい悩みなのが冷え性なんですよ本当に。手が死んじゃうんですいつも。うん、でもいつもカイロを持ってくの忘れちゃう朝が本当なんだろう弱くて、朝結構ギリギリで準備してお出かけするんですけど、朝が一番寒いじゃないですか。でもなんかいつも
回路のことを考えずに普通にただ急いで準備して、で外出た時にあ回路忘れたって気づくみたいな結構あるある。温泉もね、私は、まあ、温泉好きですけど露天風呂が好きじゃなくてそう、あの露天風呂だから外出て外にあるお風呂に浸かる感じだと思うんですけど、そんなの多分使ったらあったかいと思うんですけど、そんなに外、あの裸で外行くのがちょっとしんどいみたいな、うんそうだからいつもね中のそんなに屋内の温泉に入っちゃうし、あと多分他の人と比べて結構入る時間が短い人だと思う私は。カバンにカイロもう入れとけ分かったそうします。でもなんかカイロって普通まあ1日経ったら冷たくなって使えなくなるじゃないですか。でも私は、まあ、最近、まあ、去年ぐらいからちょっと2日持つカイロ、2日持たせるようにする方法をちょっと見つけてしまったんですよ。知りたいですか皆さん結構裏技なのかな。あのカイロって基本的にポケットの中とかに、服のポケットの中とかに入れるとあったかくなって、なんかさらにあったかくなってさらに手もあったかくなるみたいな感じで、それと同じようにあの家帰るじゃないですか。家帰ってでとりあえずあの服の中に入れとくんですよカイロ。そしてその時点でもうあったかくなってるし、でしかも寝るときにそのカイロをお布団の中に入れるんですよ。お布団の中に自分と一緒に寝る感じで入れて、そしたら次の日も暑くなってますで結構普通に運がいい時は3日持ちますマジで。皆さんやってみてください本当に持つ。なんで持つのか分かんないけど、多分なんでだろうね、なんかそういう質が良くなったのかな。やばい誰も信じてくれない、ほんまかとか言ってる人いるし、本当です、やって本当に暖かくなるから。真空にしとけば酸化しないから発熱が止まるよ。いやそんなね科学的なこと言われてもね、私は暖かくなったっていうことを経験してるから本当に信じて。マジでコスパ良くない ?2 日3日持つって。マジで最高だと思う。でも友達もね、信じてくれない。絶対嘘って言われる。やってみてください、皆さん。なんか10個入りのカイロってあるじゃないですか。もうちょっと欲しいって思っちゃうせめて20個ぐらいの欲しいかも。でもねそれを買うのも忘れちゃういつも。なんか冬寒いから夏よりはマシって言ってたんですけど、
寒いのも寒いで、寒いのになんか結構地獄だなって思っちゃう最近。あのね、その寒いから、だからあったかい飲み物をさっき言ったように買うんですけど、そのあったかい飲み物もぬるくなって、使えなくなっちゃうから、カイロ代わりとして、飲み物はね普通に飲めるから、まあ一石二鳥ということでいいんですけど、それはそれでカイロにもなれるし、飲み物だし、それでいいんですけど、前ねそれこそ飲み物買ったんですよ、コンビニで。でずっと持ってて片手で、すんごい熱くて、長時間持ってるとほんとやけどするんじゃないかってぐらい熱くなってて、そう、なんかたまに異常に暑い時あるじゃないですか、なんだこれってぐらい。それが前、そのせいで前やけどするんじゃないかレベルで熱ってなって、そう、まあまああったかくなるからいいんですけどね。自転車通勤に変えたから、まあまあ本気で漕ぐと軽く汗出て寒くないのよね。寒くないの？自転車漕ぐと風ビュービューならない？え、逆に私寒くなると思ってた。で、よくいるじゃん、自転車で通勤通学してる人。え、寒くないの？ってなる、いつも。特に速いスピードで行くと余計風がビュー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 当たるから、寒そうってなっちゃう、思っちゃう。皆さん風邪ひかないようにね。なんかインフルとかまた流行ってるらしいので、私いつも鼻水が常にやばくて、毎年来るんですよ。マジで嫌だ。新しい衣装めっちゃめっちゃ可愛い。ほんと可愛いですよね、あれ。私も初めてその衣装を見た時にめっちゃ可愛いって思った。なんかジャケットになってるんですよ。で、後ろがなんかセーラー服みたいにセーラーになってて、多分I love you 君にのミュージックビデオが24日に公開されるので、その時に衣装もちょっと注目してほしいなって思います。またね、その撮影の時のオフショットとかも X やブログの方であげると思うので、皆さんチェックしてください。お願いします。色はね、未完成スターライトの衣装と同じ感じで、青と黄色と白なんですけど、そうね、今回は中にシャツでジャケット羽織る感じで、結構なので衣装のデザインは結構ガラッと違うので、ですごい可愛くて好きです、あれ。でもね、なんかいつかまた、その今までは今のところ青黄色白のなんかパステルカラーなのかな、あれは。そういう系統の色をよく着てるんですけど、なんかこれからはまた別の感じも着てみたい。なんかそういうかっこいい赤とか、ラブリーなピンクとかも着てみたいって思います。でもね、なんだろう、ピンク、なんかそういうかわいいピンク系って私の系統となんかちょっと違う感じがして、なんか似合わなさそうで怖い。多分、
まあメンバーだったらいちかとかりんかとかが似合うと思うんですよ。そういうなんか可愛い系が、そういう感じの2人はまあ似合うと思うんですけど、私とかちょっとなんか雰囲気がもうピンクじゃないじゃん絶対自分だから似合わない気がする。でも着てみたいです。普段何色が好きなの？服は普段はなんだろうね、でも白黒系をよく着るかも。モノトーン系で冬は特にそうかな。冬の方が結構服持ってるんですよ。だからまあ夏、まあ来年の夏あたりにまた服買いたいなって思います。夏は、まあ、どっちかっていうとカラフルかも。まあね、今年来年の3月高校卒業するので、で4月からは高校卒業してまあちょっと大人になると思うので、なんか新しいことも挑戦したいと思います。何しようかなもう18だからなんかいろいろ挑戦してみたい。なんかよくでも聞くのはあんま変わんないって言いますよね。その例えば19から20歳になってもその性格はあんまり変わんないし、幼い人はずっと幼いしみたいな、結構大人の方っていうか、まあ自分より年が上の方にはすごい言われます。だからそういうもんなのかなって思うけど、でも客観的に見たら、客観的っていうか普通に大きな変化じゃない？だって20歳になったらいろいろできなかったことができるようになるし、大人になった、大人になるそのための一歩を踏み出した感じがすごいするから、今の私から見たら高校卒業するっていうこともすごい大きいことだし、なんか制服着れなくなるのもね寂しい、めっちゃ。でもそのそれこそ衣装で制服系とか着てみたいかも。その前出た AKB さんのダンスカバーの時はそれこそ衣装っぽい服を赤いスカートとか着てそういう衣装だったんですけど、なんか普通のこれから出る曲の衣装とかもそういう制服っぽい衣装着てみたいです。でもね、私セーラー服着てみたいめっちゃ可愛くないですか？でもあんまセーラー服って最近ないよね、あんま見ない気がする。だいたいほとんどの高校、中学校、高校がブレザーな気がする。なんか理想は赤いリボンのセーラー服が好きな制服衣装って可愛かったな。あー、韓国の学校の制服めっちゃ可愛いの多いイメージある。なんかブレザーの色とか一般的にはまあ紺とかかなだと思うんですけど、普通にベージュとかいろいろあってすごいなんか羨ましい。
ねえ、なんか韓国行ってみたい。韓国料理も好きなので、あと韓国行ったらまあ美味しいもの食べて、なんかコスメとか買いたいかも。最近韓国コスメ買わなくなっちゃったな。なんか今その前はまあコスメ集めるのがすごい好きって言ってたんですけど、最近その欲しいコスメがなんかなくなってきちゃって、というのもすごい普通に満足してるっていうか、今これがないっていうのがないんですよ。だから買う機会がなくなってきちゃった。なんかおすすめのコスメあったら教えてほしいです。メイド服はどう？絶対似合わない気がする。なんかいちかとか着てほしい、メイド服。あの人といえばツインテじゃないですか。で、まあ、ツインテ&メイド服っていう最高のコラボレーションで、いちかはすごい似合うんじゃないかなと思います。でもなんかコスプレとかねできたらしてみたいかも。今年の、ね、ハロウィンはねあんまできなかったんですよ。で多分がっつり コスチューム着てハロウィン過ごしたのはすごい中学とかなんかそれぐらいの時だから、多分高校入ってしてないんじゃないかな。多分コロナとかであんまりなくなったんじゃないかな。でも結構そのまあコロナいろいろあって、例えば前とかは多分ライブとかできなかったと思うし、その広めライブでやった握手会とか特典会、そういうファンの方と交流できる場を持てなかったと思うんですけど、今そのコロナちょっと落ち着いてからそういうことができたので、私がアイドルになったタイミングがコロナほぼ落ち着いた時ってすごい良かったなって思います。なんかマスクしてた時代が懐かしい。マスク絶対の時あったじゃないですか。今は結構緩和されて、あんまりマスクしなくてもいいよっていうのが増えたと思うんですけど、一時期毎日マスクしてたから、なんかその時代が懐かしい。めっちゃねえ、なんか今多分そのコロナ前とかありえないんだろうね。その毎日マスクして外出も禁止されてて、人とあんまり接触しちゃダメで、なんかそういう世界がそのコロナ前の自分にとってはすごいありえないと思う。あと10分あっという間だな。なんかすごいずっと喋ってたらあっという間ですね。マスク落ち着くから未だにつけてる側の人です。あー、そういう人もいるよね。マスクに慣れちゃったっていうか、マスクがもう体の一部みたいな、そういう考え方の人もいると思います。なんかさ、マスクしたらさ、こうやってもうメイクもアイメイクだけでいいし、まあ、楽っちゃ楽なんだよね。だからそういうマスクの方が楽っていう人もいるかもしれない。
そういえばこの間新しいメンバーのジュリピのショールーム見ていただけましたか？私はねちょっと別のことがあったのでちょっと見れなかったんですけど、彼女もねなんかすごいまたなんだろうね、話してみると本当面白い子だし、京都府出身の子で、ぜひ彼女のことも応援してください。リサポン無限に喋れそう。いや無限に喋れるのリンカじゃない？リンカあの人ずっと喋ってるよ。あの人おしゃべり好きだから、そう、あの私があんまり反応しなくてもなんかずっと喋ってる。なんであのペラ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 すごい喋れるんだろうね。逆に羨ましい。なんか結構そのレッスンの帰りは結構私とリンカとルカが同じ方面なのでよく一緒に帰るんですけど、その3人で歩いてる時リンカがずっと喋ってて、なんか私とルカはそれを聞いてるみたいな。それ結構多いかも。うん、ルカも絶対同じこと思ってるよ。なんでこんなずっと喋れるんだろうって。リオンがサポートしてたな。あ、そうか、リオンとやってたのか。そういえば二人で一緒にやってた配信なので、リオンどうやってサポートしたんだろう。リオンも結構配信やっててすごい喋ってるイメージあるから、彼女もすごいお話できる子なんじゃないかなって思います。こんばんりさん、自宅かな、自宅です。やっぱ自宅が一番落ち着きます。今日はねご飯を夜ご飯を食べてからの今配信を行っているので、多分これ終わったらまあお風呂入るかな、とりあえず。基本的に家に着いてご飯食べるかお風呂入るんですよ、いつも。でも今日は配信を行うから、そうすぐにご飯食べてすぐにセッティングして今やってます。お絵描き配信してたよ。え、わかんない。なんかメンバーの画力をまだわかんなくて、いまいち。でもとりあえず私は下手です。絵は。本当に芸術センスがマジでなくて、で美術の成績も結構悪い点数取ってました。でまあこの間休みの日に部屋の中整理してたんですよ。でそしたら学校で使ってたスケッチブック、美術の授業でのスケッチブックが出てきて、まあ中開いたら、まあ、かなりいろいろやばい絵が出てきて、ちょっと捨てましたねあれは。そうちょっと恥ずかしいぐらい。うん、
リオンはおしゃべりカラオケお絵かき漫才多彩な配信ができる子まあそう花と漫才やってんのか。花が関西人だからね、花が関西人だから多分お笑いもすごい好きな子なんじゃないかなって思うけど。やば、あと4分早っ。最近ねニキビできたんですよ、ここら辺。やばい、前髪ないと無理だ私。なんか丸顔だから結構顔が大きく見えちゃう。なんか中学生の時に一時期前髪センターにして、センター分けにしてて、そういう時期があったんですけど、あれそのまあ切って前髪を、それからずっとこの髪型かな。あとなんかたまに分けるんですよ、なんか7対3これなんかこういう感じで分けるんですけど、なんかそれも似合わなくて今はずっと下ろしでパッツンです。なんか前髪切るのが苦手、めっちゃ誰か切る、綺麗に切るコツ教えてほしいです。やばい、もうすぐこの配信が終わっちゃう。あと2分で終わっちゃう。1時間でも意外と早かったな。結構不安だったんですよ、やる前持つかなと思って。うん、でも普通になんか喋ってたらあっという間だったさみしいね。まあでも来年年明けまたやると思うので、その時はまた来てください。すごいね、今日もたくさんの方が見てくださってすごく嬉しいんですけど、今日はね、まあ、さっきも言ったんですけど X ですごいいろんな発表があって、1つ目は、4曲未完成スターライト72バージョンと、夢が夢じゃなくなるとき、透明色の未来、そして I love you 君にの配信リリースがスタートするというのと、定期公演の詳細を X にて発表したので、まだ見てないよって方はぜひ確認しておいてください。あと今月の29日にアイドルウェービン東京新生ラストアイドル出演しますので、それもぜひ遊びに来てください。では30分になったのでありがとうございました。バイバーイ。